阪です。オリックスバファローズ対大阪、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、大阪の先発は右のパウエル、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の山本、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは大村。第9球投げました、内角外れてボール。第2球打った、ファール。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、打球はレフトの左へ、ヒットになります。打球が転がっている、ボールは中継、大村ツーベースヒット、バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは2番水口。バファローズ初球バント、ピッチャーへ転がした、アウト、ランナー三塁に進みました。バファローズなおもピンチが続きます。ストライク、少し迷ったか。第2球ボール、第3球真ん中ストライク、次が4球目外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、ショート右の当たり、一塁送球、大阪まずは1点先制、1対0。第9球投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、決まってストライク。投球は3球目投げた、見送ってボール。第4球を投げた、低め際どい、ボール。第5球投げた、打ったに当たりだ、クリーンヒット、中村二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、中村ツーベースヒットを放ちました。バッターは5番磯部。第9球投げた、初球空振り、いきなり150キロ。さあ、次の投球打ちました、レフト前進、取ってこれで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、バファローズ先制点を奪われています。右のパウエル、マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは福田。第9球投げました、ただのカーブ、ボール、まずは低め。第2球2球目ストライク。第3球は見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番宗。第9球投げました、初球外れてボール。第2球セーフティーバントだ、サード取った、ボールはファーストへ、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには吉田。吉田正尚、背番号34。第9球投げました、初球から打ってった、レフトへのフライになった、取りました、これでスリーアウト。パウエル、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、大阪攻撃に入ります。先頭バッターは吉岡、投げました、ボール。さあ、次の投球投げた、いいハイ、空振り。バファローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球ボール。第4球を投げた、打ちました、1・2塁間への当たり、破った、
吉岡ナイスバッティングです。バッターは DH の川口。第9球、初球のカットボール空振り。第2球投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク。次が4球目、打ちました、センター前に出る、落下点で構えます、取りました、ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。外れた、ボール。第2球投げた、打った、バックネットの前でボールをつかみました。第1球投げました、外角低め、直球は外れてボール。第2球投げました、決まってストライク。投球は3球目、打ちました、1、2塁間のゴロ、 T 岡田ボールを取る、山本取ってアウト、スリーアウトチェンジ。大阪ファーストランナー残塁、2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは杉本、投げました、初球はストライク、まずは見送りました。第2球、危ない球。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、内角低め、縦のカーブ外れてボール。投球はこれから6球目、打った、痛烈な当たり、水口ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは5番 T 岡田。第9投げた、ストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、吉岡バックしていった、アルボール。第4球は流し打ち、中村交代、ファール。第5球投げた、打った、流し打ち、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者ラベル。第1球ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ツーシーム見送ってストライク。追い込んでから第3球を投げました、引っ張った、レフトへの当たり、ヒット、ラベロいいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。第9球高速スライダー、ボール。まずは外角低め、投げました、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーラベロ残塁に終わりました。2回が終了しまして1対0です。大阪この回1番からの高打順になります。先頭バッターは大村、見送ってボール。第2球、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、山本掴んだ、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番水口、今日2度目のバッターボックス。投げました、カットボール見送ってストライク。第2球投げました、インコース低め、ストライク。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打った、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番ローズ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから投げた、見送ってストライク。第3球を
投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。山本、見事なピッチングです。山本、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対0で、3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは若月。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、1球外した、ボール。投げました、ボール。第5球投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは9番紅林。第1球ボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目。3球目ストライク。第4球は打ちました、いい当たり、左中間へのフライですが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って福田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、打ちました、初球打ち、取ってアウト、3アウトチェンジ。バファローズわずか3人で攻撃が終わりました。序盤終了しまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは中村。ボール。さあ次の投球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、直球決まってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、縦のカーブ、ボール。投球これから5球目。見逃し三振。バッターは5番磯部。第1打席はレフトフライに倒れています。インハイ際どい球、ボール。第2球ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げました、打った、ファール。投球これから5球目。インコースのボール左へ、レフト前ヒット。磯部一気に二塁へ。磯部いいバッティングを見せました。さあリプレイです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは吉岡。打ちました、スライディングキャッチ。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、アウトロー、ボール。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴んで、これで3アウトになります。大阪セカンドランナー残塁。4回の表が終わって1対0です。バファローズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは宗。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投げました、縦のカーブ、見逃し三振。バッターは3番吉田。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、ストレートはボール。第2球投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番杉本。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打った、これはヒットになります。杉本ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。
左バッターボックスは T 岡田。第1打席はファールフライに倒れています。第9、低め見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、打ちました。当たり損ねのサードゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表、大阪攻撃に入ります。この回のトップバッターはギルバート。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました。ボテボテのショートゴロ。紅林ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番古久保。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、決まってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、打ったに当たりだ。ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット。ボールが転がる、打ったバッター一気に二塁へ向かう。古久保ツーベース。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー一人を置いて迎えるバッターは大村。低めギリギリいっぱい、ストライク。1球目ストライクからアウトコース低めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、1球外してボール。第4球を投げた、打ちました、レフトフライ。飛距離は出て掴みました。ランナー2塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。大阪セカンドランナー残塁。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、1点を追いかけますバファローズの攻撃。先頭バッターは指名打者ラベル。初球ストライクから第2球投げた、2球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げた、外角、空振り三振。ラベロ3球三振に倒れました。第1球投げた、低めのボール引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番若月。今日の第1打席はスイングアウト、内側いっぱい、決まってストライク。1球目ストライクから第2球投げた、ボール。第3球を投げました、高速スライダー、ボール。第4球を投げました、打った、取って、これで3アウトチェンジ。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。5回の裏が終わりまして1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターはローズ。今日はショートゴロと三振。投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール。投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、低め、ボール。第3球をローズ、スタート、これはストライク。キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。第4球を投げた、ストレート空振り、少し迷ったか。第5球投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ファールボール。セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ。投げた、インコース引っ張った、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム。中村いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。今日ツーベースを打っている磯部、山本、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、外を際どい、ボール。第3球
ストライク。追い込んで投げた、打ちました、ライト前進、掴みました、ローズスタートを切った、三塁ランナーホームイン、大阪1点入りました。2対0。リプレイをご覧ください。バッターは6番吉岡、これが3度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げました、初球決まってストライク。第2球スプリットはボール。第3球を投げました、打った、引っ張った、手応えは十分か、スタンドに入りました、ファール。第4球は打った、センターへ持っていった、センター前ヒット、センターからサードへ、吉岡ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9球投げました、ボール。投球これから2球目、ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、ライト落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9球投げました、変化球ストライク、低め、まずは決めてきました。初球ストライクから第2球、危ない球。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、大阪さらに1点追加、ギルバートタイムリーツーベースヒット。バファローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。山本降板、右の漆原、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。先ほどツーベースを放っている古久保、投げた、初球空振り、投球これから2球目、変化球ストライク、インハイへ。第3球を投げた、ボール、アウトコースへ。第4球を投げた、打ちました、セカンド前方のフライになりました、足立余裕があります、取りました、これで3アウト。6回の表が終わって3対0、バファローズ2点を奪われています。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは紅林、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球打った、センターへ上がった、センター大村取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って福田、今日はサードゴロとセカンドライナー、投げました、チェンジアップ決まってストライク。1球目ストライクから投げました、打ちました、古久保落下点に入った、ファールグラウンドで取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番宗、今日はサードゴロと三振、投げました、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げました、打った、ショート正面、アウト、3アウト、チェンジ。パウエル、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは大村、今日はここまで3打数1安打。第2球ボール、投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打ちました、センターへの打球、センター取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番水口、第9球初球スライダー空振り、1球目空振りからスプリット見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、スプリットはボール、インハイへ。
第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、ボールはライナーに右中間へ、ヒット。ボールが点々と転がっている。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。水口ツーベースヒット。ランナー一人を置いて迎えるバッターはローズ、漆原。ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた、内角見送ってストライク。第2球投げた、危ない球、セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、ボール。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打った、これは強烈、いった、いった、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、卓球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。右バッターボックスは4番中村、今日はここまで3打数2安打1三振、打ちました、ファール。第2球、これはかすった形になりました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、スライダー、ボール。投げた、打ちました、サード落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。左バッターボックスには磯部、今日4度目のバッターボックス、アウトコース低め、ボール。さあ次の投球、ボール。バファローズここは引っ張りに警戒します。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、ヒット。磯部いいバッティングを見せました。バッターは6番吉岡、今日はここまで3打数に初球を打ちました。これはセカンドは正面、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、バブローズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは吉田、投げた、初球縦のカーブは空振り、外のボール球を振らせました。第2球、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げた、膝元、外れてボール。次が4球目、投げた、打った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番杉本、第9球投げました、ボール。第2球投げました、外角高め、際どい球、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球を投げました、空振り、146キロストレート。投球これから5球目、打ったに当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。打球が転がっている、杉本二塁も狙う、杉本ツーベースヒットを放ちました。チャンスをものにできるか。第9球投げました、低め外角ストライク。第2球投げました、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、高めボール球打った、これは打たされてセカンドフライ、セカンド取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球ボール。第4球を投げた、打ちました、ショートバウンド取った。水口軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。パウエル、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。
8回の表、大阪攻撃に入ります。先頭バッターは DH の川口。今日はここまで3打数ノーヒット。ダムローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球決まってストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げました。低め、ボール球打った。ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番ギルバート。これが4度目のバッターボックス。投げました、スライダー、ボール。まずはアウトロー。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、打ちました、フラフラっと上がった。紅林、余裕があります。二塁キャンパス手前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番古久保。第1球投げました、直球ストライク、外角高め、いきなり150キロ。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、低めいっぱい、ストライク。追い込んで投げた、ボール、インローへ。次が6球目、投げた、打った、 T 岡田、下がっていった、ヒット。古久保、ナイスバッティングです。漆原降板。マウンド上ピッチャーは能見。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。打順は1番に返って大村、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました、打ちました、セカンド正面。セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。大阪ファーストランナー残塁。8回の表が終わって5対0です。8回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは足立。今日はサードゴロとキャッチャーフライ。初球ストライクから。第2球投げました、打った、水口取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番若月。今日は三振とファールフライ。投げました、インロー、外れてボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、ツーシームはボール。第4球を投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ。中村うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番紅林。今日はレフトフライとセンターフライ、ストライク。まずは見送りました。第2球内角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。パウエル、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。さあいよいよ最終回、先頭バッターは水口。投げた、低め決まってストライク。第2球投げた、ボール。投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打ちました、三遊間の打球、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番ローズ。今日3打点を挙げています。投げました、外角高め、外れてボール。投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました、これはヒットになります。ローズ、いいバッティングを見せました。バッターは4番中村。これが5度目のバッターボックス。第2球投げました、ストライク。
第3球を投げた、外れた、ボール。一塁牽制、タッチセーフ。第4球を投げた、危ない球。第5球投げた、打った、流し打ち。 T 岡田バックしていった、ライト前ヒット。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。中村ナイスバッティングです。ピンチを広げています。さあバッター、チャンスをものにできるか。投げた、外角高め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、内角高め、見送ってストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました。ボールは中継、磯部センターへの犠牲フライ。大阪1点入りました、6対0。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、インコース引っ張った、クリーンヒット。中村三塁を狙う、中村三塁でストップ。吉岡いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球投げた、インコース見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール、インコース高め。次は4球目、引っ張った、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。大阪この回3点目、8対0。バッターは8番ギルバート、今日5度目のバッターボックス、ボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、あっとバットの先だ、フラフラっと上がった、掴んで、これで3アウトになります。9回の表が終わって8対0、大阪リードを8点としています。バブローズ、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは福田、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球見送ってボール。第3球を投げました、インロー空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、中村交代、ヒット。福田いいバッティングを見せました、初安打。第1球投げました、初球空振り、初球空振りから第2球見送ってストライク。追い込んでから投げました、空振り三振、バッターアウト。宗、全くタイミングが合いません。バッターは3番吉田、初球はストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打ちました、セカンド左へのライナー。ここは意地を見せてほしい。バッターは4番杉本、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、ボール。投げた、ストレートはボール。第4球はツーシーム、見送ってフォアボール、ファウル、ストレートのフォアボールを与えます。このチャンスは何とかものにしたい。第1球投げた、ツーシーム見送ってストライク。1球目ストライクから第2球打ちました、引っ掛けた、セカンド後方のフライ、取りました、試合終了。パウエル見事な完封勝利、バファローズ完敗です。いかがしました。